赤いのと青生地が大喧嘩？やっぱりか。お前さん、あんな大事件すらも耳に入っとらんのか。ああ、修行中は何も。レイリーも酷じゃのう。え、それ知ってるぞ。知ってる。マジでか。あの2年前の戦争の直後、元帥戦国が職を降りてな。戦国は次期元帥に部下からの信頼も厚い青木城をしたが、政府上層部には赤犬を押す者が多く、有力候補となった。普段は特にやる気など見せん青木じゃが、赤犬が元帥になることにだけは強く反発した。二人は対立し、前代未聞の大将同士の抗争はついにある島での決闘にまで発展した。死因に口なし、敗者に一切の口出しはできぬ。海軍の指揮は勝者の手に委ねられる。10日にも及ぶ死闘はもはや世界の語り草。実力はほぼ拮抗していたが、決着はついた。勝者は赤犬、海軍の新元帥は杯じゃ。赤犬取った青木は死んだのか。両者壮絶な負荷で覆い、目の前で立ち上がれぬかつての同志に、さすがに赤犬も情けをかけた。赤犬の下になどつけぬ青木は海軍を出たわい。じゃあ青木もう海兵じゃねえのか。ああ、今何を思ってどこにおるのか。政府にしてもでかい戦力を失ったと言える。